マーク50はアメリカ海軍が開発したマーク46の後継端魚雷。1992年から実戦配備がなされている。1970年代においてアメリカ海軍は航空機搭載用及びアスロック対戦ミサイルの弾頭である対戦水管誘導魚雷としてマーク46魚雷を使用していた。しかし最大速力が40ノットを超える。 アルファ型原子力潜水艦に対しては速力が不足しており攻撃に際しては能力不足が予想されたそのためより高速かつ深深度か旅で構想できる単魚雷として発達型単魚雷の名称で1983年から開発が開始された開発は1992年に終了しすぐに実戦配備がなされている外形は 円筒状の胴体に小型の4枚のフィンが付くという標準的なものであるが、エンジン及び弾頭は新機軸のものが採用されている。エンジンは保管科学エネルギー推進システムと呼ばれるもので、閉サイクルキ機タービンである。液体金属燃料のリチウムと6復活用を閉鎖空間で燃焼させることにより、魚雷外への排気を不要としている。深海においては水圧により、 排気が困難であり、排気が不要な閉サイクルシステムが必要であった。さらに、弾頭にはヒートが使われており、潜水艦の強固な耐圧尖閣を破壊できるようになっている。なお、海上自衛隊が採用した日本製の97式魚雷も同程度の性能と互換性を有する。価格が高価であることから、 マーク46のエンジンとマーク50の弾頭を組み合わせた比較的安価なマーク54も開発、配備されている。ありがとうございます。